皆さん、こんにちは。腰や背中の痛みは世界共通の悩みです。日々の習慣や仕事が腰回りを痛める原因になっているのだとか。そこで今回は腰痛を悪化させる7つの習慣についてご紹介します。 1. ぶっちゃけ何もしない。座っている時間が長く、特にエクササイズもしないでいると実は腰痛になりやすいのです。つまり大抵特に何もしない人は無気力でいると腰が弱くなり、ちょっと力のいる日常の動きでもすぐに痛みを感じてしまったりするのです。健康な腰を維持するためにはエクササイズが必要不可欠です。特に腹筋や背筋を鍛えるエクササイズは腰痛を軽減させるのには非常に大切な要素となります。お尻に生えた根っこを断ち切るべく十分なエクササイズをするように心がけましょう。 2. マットレスや枕が合っていない。朝起きた時に背中が痛いなんていうことはありませんか？それは使っているマットレスが十分な支えになっていないからというだけでなく、使っている枕も悪いからなのです。それを考慮して背中を十分にサポートしてくれるマットレスにお金をかけるのは間違いなく価値のあることです。 3. 無駄なエクササイズ。どの種類のエクササイズも万人に合っているとは限りません。自分の体が気持ちよくいられるためのエクササイズはどんなものかということに気を配ってみましょう。またどんなエクササイズが無駄なストレスが負荷となっているのかということにも、自分の体に何が合っているのか一番よく分かっているのはあなた自身なのですから。そして本当に腰痛には微妙なエクササイズというのがたくさんあります。特に日中コアの筋肉を使っていないなら、自分のコアと背中の筋肉を慎重に鍛えることのできるエクササイズだけを選びましょう。 4. 買い物袋を持ち上げる。重いものを持ち上げるとき、体のことを考えて注意深くする人がほとんどですが、日々の荷物もまた腰の筋肉に負担をかける原因となっていることを簡単に忘れてしまいがちです。買い物袋でもソファーでも何かを持ち上げるときはその方法を考えるようにしましょう。例えば向きを変えるときは骨盤から動き始めたり、膝を使ってしゃがんで荷物の重さをできるだけ自分の体の近くにしておくなどです。5. 椅子に浅く座る。悪い姿勢は血管や神経を圧迫してしまい、脊髄の構造を変えてしまう可能性があります。そうすると筋肉や椎間板、関節などの問題を引き起こす原因となる場合もあります。座っている時の姿勢をよく保つコツとは、自分の足が地面につく高さの椅子で、ももが地面と平行になっているようにしましょう。肩の力は抜いて、前のめりすぎず後ろに寄っかかりすぎずに。パソコンで文字を打っている時でも、読書をしている時でも、常にコアへ神経を集中させていましょう。 6. 古い靴を履く。ヴィンテージのヒールが大好きなのはわかるし、10年間履いたナイキのスニーカーを捨てられないというのもわかります。でも真面目な話、そ
そんなものにはさようならの時期が来たようです。サポート能力を失った靴は歩き方に影響を及ぼし、悪い歩き方から姿勢が崩れると腰に負担がかかることがあります。7、スマホを見続ける。スマートフォンは姿勢には良くないことばかりです。首を曲げて頭をスマホに向け60度傾けるのは、脊髄に約27キロほどの負荷をかけるのと同じだそうです。一つ一つの瞬間が大切なので、筋肉を鍛えて良い靴を買い、自分を支えて、たまにはスマホから手を離してみましょう。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。